はい、ということで青の青鬼実況パート6、やっとね、地下室に入れます。ここまで来るのに非常に長かった。パート6もかかっちゃってるから、もうこっからね。あれ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、これちょっと待ってね。まあここが動かせるのは覚えてるのよ。でまあこれも、あ、マイナスドライバーか。じゃあ、あの上の方がマイナス。ちょっと待ってね。あんまりなんか覚えてないんだけどさ。これ。ちょっと待ってね。非常にちょっと今、困惑してる。地下室入った瞬間に、今までの青鬼のプレイしてきた記憶が全部飛んだ。こんなところあったっけって感じ。まあでもなんとなく覚えてるわ。こういうことをしなきゃなんないっていうのはなんとなく覚えてるけど、まあこれは覚えてる、ギリギリ。でももう多分このそっちの扉行った方はもう多分ちんぷんかんぷんだね。何もわかんないかも。まあでもやっていけばなんとかなるかな。難しいな、鬼。おお、もうやめてよ、めっちゃびっくりした今。これ、あえてこの階段のさ、直線、入り口の直線にさ、来た。いやー、もうほんとやめて。もうめっちゃびっくりした今。心拍数超今上がってる。くあ、ここで重くなるした。一回、うわ、瞬間移動した。よし、うまくいった。よし、もう死ねない。負けられない戦いがここにあるからね。はあ、めっちゃ怖い。もう本当にもうこれ以上死ねないっていうプレッシャーが半端じゃない。もうびっくりした、もう本当に。いやー、マジびっくりした。今本当にこれ作ってるリアクションとかじゃなくて本当にびっくりしてる。だからさ、人ってさ、美味しいもの食べたりとかさ、まあ要はびっくりしたりとかさ、本当に美味しいもの食べた時ってさ、言葉失うよね。もうだから今その状況、本当にびっくりして、今もう。声が震えてさ。本当にびっくり。あら。なんだよ。なんかアイテム入ってるかと思ったら、謎解かなきゃダメなんじゃ。あ、嬉しいことになんと、ここに隠れることができる。お、出た、このパターン。恐怖を煽るパターンだね、これ。どこだどこだ、ろうそくどーこ。中のパターン、こんなんだったっけ。もう一応閉めとく、怖いから。はい、火つけ、おお、あー、はい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 、これね。まあこんな感じの幾何学的ではないな、よくわからないですけど、まあこういうふうに言うと5376。これどっから出てくるよね、やつら。どっかから登場するよね、多分。どこで登場するんだっけ ?5376。はい、手に入れた。別館の鍵。これどっかでまた出てくるんだよね、確か。ん?ほ?何?うえ、びっくりした。うえ、びっくりした。ふざけんなよ、ほんとに。いやーほんとにやだ、もうやだ、ほんとに。なんだってんだよ、おい、まったく。結構しつこいしな、こいつも。ちょっとなんで いつもここの2階のね、踊り場で重くなるよね。よし、うまくいった。おー、落下直前に。焦っ
った今本当にもうちょっと本当に焦ったね今ね。ガチガチビビリ今の何事かと思った本当に。でもいいね、ここまで一回も死なずに来れてる。いいね、別館入ったからいいね、調子が。もうないんだよ、だってここね、欲しいもの。お。別館か。ということで、別館に入りたいと思います。おー、もうやだ、ほんとに。もうほんとやだ。もうやだ、ほんとに。わあ、もう本当にやだ。ああ、もう本当に勘弁してこいの、本当に。もうやだよ、本当に怖いの。もう、ビビるよ、本当に。おい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 やめろって、だから。ビビるだろ、本当に。二連鎖来たよ、二連鎖。ビビりの二連鎖。お、結構すぐ終わった。てか、なんであの、いきなり青鬼にこの髪の毛が生えたわけ？このテクスチャの変更。ちょっとそんなこと志願してないんですけど。勝手にテクスチャ変更されたし。あ、これか。ここら辺でも鬼、青鬼もほとんど出てこないんだよね。ここら辺の時は。んじゃあ、サクッとやりますか。はぁ、まあこれも怖いんだけどさ、本当に。あれ？どれだっけ？これだ。で、まあこれを、あったあった、これこれ。ランプをね、電球か。電球を手に入れまして、まあ、暖炉。うえい！暖炉。お、早い早い。普通の青に早い。なんでこっち来たんだ、俺。え？なんでこっち来たの？あそこの落下したところでいい、よかったじゃん、今。うわぁ、無駄なことした。これで死んだらマジはずい。うわぁ、無駄なことしたなぁ。おぉ、まあでも、距離はあるからね。じゃ、とりあえず、このパートはここまで。ちょっと短いけどね。とりあえずもうこのパートはここまでにします。ご視聴ありがとうございました。じゃあパート7でお会いいたしましょう。アモでした。今回の動画、いかがだったでしょうか。動画に対するコメント、チャンネル登録お待ちしております。Twitter もやってるので、もしよかったらそちらの方のフォローもお願いします。次回もまた見てください。ありがとうございました。